踊って、なんだなんだ急に急になんかエコーがなくなってごめんなさい、はい、沖縄県内でですね、歌って踊ってギターの弾き語りなどをしていてですね、いろんな場所でいろんなことをして、音楽活動をしております。ボーイッシュなアーティストことちいかわと申します。よろしくお願いいたします。はい、ということで、そうですね、このチカピカボイスっていう番組はですね、このボーイッシュなアーティストちいかわが、日常の出来事について議論したり歌声を皆さんにお届けしたいなっていう、企画でございます。はい、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。はい、イエーイ、イエーイ、ということで、はい、はい、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 もう一度言います。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com でございます。はい、また、FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。これはですね、 FM ギノワン の、 ホームページから見ることができるので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。はい、そしてツイッターとも連動してますので、皆さんたくさんのツイートをしてください。はい、もうたくさんしちゃってください。はい、あとですね、またパソコンで聞いてる方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあるので、そちらをクリックしていただきますと、はい、完全同時生放送がお楽しみいただけますということで。パソコンでも見れるんですか？そうなんです。あら、素晴らしい。この便利な世の中ね、はい、ということで今日も一日楽しくお届けしたいと思っております。30分という短いです、はい、短い時間ですが、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで CM 公開で CM、はい、CM ですね。じゃあ CM 行きます。はい、ごめんなさい。あ、じゃあもう次もう、あ、 BGM 流して大丈夫ですか？ CM 終わってから、うん、すぐ BGM 流して、うん、あ、 BGM 流さない方がいいですね。流さない方がいいですか？すぐチカッスカッと、いや、 CM、 これ CM 終わるじゃないですか、うん、終わったらちょっとフリートークして、うん、でその後に曲の紹介して曲を流して、うん、その後にスカットボイス、あ、 OK です。じゃあスカットボイスの後から BGM にします。あ、そうですね、はい、はい、スカットボイス、スカットボイス、スカットボイス、あれスカットコーナーはトーキング、トーキング、トーキングこの次のフリートークの時に流して、あ、でも流せる状態にしておくのでタイミングで流せる、はい、あ、10秒前です。はい、ということでチカピカボイスでございます。皆さんこんにちは。お時間はですね1時33分を回っております。はい、ということで今日は、うん、まあなんかね、いろんな話をしたいと思っておりいるんですが、はい、なんか最近あれじゃないですか、うん、なんか暑かったんですけど、うん、なんか急に昨日からなんかまた冷え出して、ね、あれ雨降ってね、そう、昨日なんか夜寒かったじゃないですか、はい、うん、超寒かった。気温見たら18度だったんですよ。あー寒い、と思ってびっくりして。珍しいですよね。珍しいですもんね。だってもう海開き終わってるのに。そう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 、しかもなんかちょっと雨も降るっていうね、ちょっと寒い時間なので。行きました、海開き。いや、行ってないんですよ。はいはい、トロピカルビーチでトロピカルビーチは行ってないですね。私たちやったんですけど、はいはい、あの海開きの特設ステージがあって、はい、そっちから生中継するっていうのをやったんですけど、はいはいはい、もう大雨で、大雨だったんですか？もうなんか台風かなっていうぐらいの、超あのイメージはめっちゃ晴れてたっていう、うん、超寒くて、土曜日、あ、そうなんだ、大雨の大雨、あ、土曜日、先週の土曜日、私シーミーでした、昼。シーミーって何ですか？シーミー、シーミーは、あ、ウトウト、あ、ウトウトです、ウトウト。お墓に行って、ウトウト。あの中でお墓なんですか？で、なんか、シーミーって普段、昼とか、うん、まあ、なんかね、自分なんかがシーミーするときは、ほとんど晴れてるんですよ、うんうんうん。晴れてるんですけど、今年はなんか、あいにくの雨ということで、うん、雨降ったから今日はないかなと思って、めっちゃ家でダラダラしてたら、親が、なんか、シーミー雨だけど行くよみたいな。そうそう。
え、行くのみたいな、あの雨の中で、そうそれでみんなで傘差しながらうとうとしてからそれで帰ったっていうエピソードがあります。はい、はい、私たちも大変でした。大雨の中ずぶ濡れで、みんなずぶ濡れだったんですか。でも海風強いですし、もう本当寒くて傘の意味がなさそうです。あのカッパかぶってたんですけど、はい、ずぶ濡れでした。カッパの中も、ええカッパの意味なくないですか。パンツも濡れてました全部、うわーシャワーみたいな、シャワー浴びてたみたいな感じになってますね、はい、ということで今週はですね、うん、こんな感じだったんですね。でも今日はですね、はい、まあめっちゃ晴れてるんですよ、うん、まあ、ちょっと雲がある感じなんですけど、うん、空は青くてでもちょっと涼しいっていう感じでね、海もね、なんか過ごしやすいですね今日は、うん、半袖でも全然いけるしっていう感じで、ね、泳ぎには寒いかなって感じですね、うん、ですね、うん、ですがこんな、なんだろうな、ですがこんな、はい、うん、暑いのか寒いのか分かんない、うん、この気温、はい、ちょっと体調崩しそうなのかな、うん、なので皆さんちょっと気をつけてください、はい、ということで、ということで、はい、ということで次行こうと思います、うん、はい、ですね、あの次はコーナーっていうよりも、うん、私がなんか、まあ、せっかくの音楽番組なので、はい、なんか自分が紹介したい曲を一曲持ってきて、うん、ちょっと皆さんに聴いていただけたらなっていうふうに、はい、そういう思いがあってですね、皆さんにちょっと紹介したい曲があります、うん、なんていう曲ですか。フランプールさんの、うん、あの今年の桜っていう曲なんですけど、はい、まずは皆さんに聴いていただきたいと思います。はい、それではかけます。それでは聴いてください。フランプールさんで今年の桜。この人たちの歌の星に願いを
かわからないけど、ありますよ。アルバムに出してて、僕も聞いたことあるんですけど、音楽について語ろうかな。時間を切りながら、そうそうないですよ。あと15分。やば、短い。何十分が短い。お、お、私もうしゃべりいらないんじゃないですか。時々なっていいですか、困った時に。最近どうですか。アイスちょっと。アイスいらない。いりますよ。いりますか。アイスちょっと。アイスをいらなかったら大丈夫です。はい、お届けしたのはフランプールさんの今年の桜という曲でした。ということで、この私が紹介したい曲を今流したんですが、なんだろうな、フランプールさんを私が初めて知ったきっかけが、何年前だろうな、もう5、6年、7年ぐらい前のあるドラマを見て、その主題歌がフランプールさんということで、それで知ったんですよ。で、そのドラマっていうのがブラッディーマンデー、わかります？名前だけ。わかります。あれですよね。誰でしたっけ。かっこいい人が出てますよね。三浦春馬さん。あ、三浦春馬、三浦春馬。そうそうそうが出演してて、はい、で、なんかその時結構高校の、自分が高校生の時で、なんか結構学校でもブラッディーマンデーが流行っていて、なんかブラッディーマンデーごっこみたいな。ブラッディーマンデーごっこ。そう、うん、自分商業高校だったんですけど、よくなんか、授業でパソコンを触るんですね、うん、で結構ブラッディーマンデーもなんかハッキングみたいな感じで結構パソコンをバーってやってたから、その真似でなんか何も打ててないのに適当にバーってやってから友達と一緒に遊んでた。ブラッディーマンデーここ。そうそう。それで遊んでたっていうエピソードがあって、はい、でその時のブラッディーマンデーの主題歌がそのフランプールさんが歌っている、まあ、残像っていう曲なんですけど、その曲を初めて聞いてめっちゃいい曲だったんですよ。でなんかめっちゃ気に入って、それからずっと聴いてて、うん、で それからあんまり聴かなくなったのかな、フランプールさん。で最近だってからその車の中でラジオ聴いてたら、そのリスナーの皆さんからのなんかリクエスト曲みたいな感じで紹介されていて、でフランプールさんの今年の桜ってこれが流れてきたんですよ。でおお、なんか久しぶりに聴いたと思って、でしかもこのその車の中で流れてた曲がその新曲で、うん、この今年の桜という曲が新曲で最近流れていて、でもう一回聴いたら超ハマって、うん、めっちゃいい曲と思って、それでダウンロードしてからよく聴くようになったんですよ。だからなんか皆さんもなんかこういうきっかけでいろんな曲を知ってもらえたらなって思って、うん、で今日なんかそう紹介したかったので一曲流していただきました、はい、というこんな思い出深いエピソードがありました。はいはい、ということで、なんだろうな、この曲って結構朝とか仕事前とかのなんか今から行くぞみたいな、車の中でもいいし、なんかバスの中とかイヤホン聞きながら流したら結構勇気が湧いてくる曲かなって思うので、なんか皆さんも一回聞いてみてはみたいな、いかがですか。そう、いかがですかみたいな。そんな感じで、はいはい、今日紹介した曲はフランプールさんの今年の桜という曲でした、うん、はい、よかったです。はい、ということで、うん、ここからはですね、はい、いきます。はい、チリさんスカッとコーナーということで、ここからはチーカーのですねスカッとした歌声をお届けするコーナーとなっております、うん、いつもはですね、あのオリジナル曲とかカバー曲とかアカペラギターの弾き語りとかでですね、このなんだろうな、生配信でしかできないことをやっていこうかなと思っておりまして、はい、今日も
もう歌っていこうかなと思っております、うん、はい、よいしょよいしょ。これはなんか最近できた曲なんですよね。そうなんですよ。だから今日やる曲は、うん、私の新曲で自分で作った曲なんですけど、うん、分かってるのにっていう曲なんですけど、分かってるのに、分かってるのになんでみたいな、分かってるのに心が追いついてないみたいな、そんななんかなんだろうな、ちょっと切ない曲となっております。はい、なんか結構あのなんだろう、悲しいっていうか切ない曲なんですけど、うん、まあこのなんだろう、梅雨入ってからその聞いたら結構なんかあのいい感じの曲なので、うん、これからはいい感じに仕上がってくるんじゃないかなと思っております。はい、それじゃあ、そうなんかもうね、この新曲をね今日初めてやるんですけど、うん、めっちゃ緊張するんですよ。もう眠れなかったんですか。そう、眠れなかったの昨日眠れなくて今日やるって言ってずっと練習して、じゃあもう今日失敗できないですね。そう、失敗はできないんですけど、はい、皆さんの温かい目で、あ、目っていうか温かい耳で聞いていただけたらなと思っております、はい、それでは聞いてください。分かっているのに。Yeah.
知っていても超すごい。うわ、緊張、緊張した。この曲、はい、いいですね。ちょ、はい、あ、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。緊張した。緊張したよ。これ、いつ、あ、昨日ができたんですか？違いますよね。いや、もう3月の後半ぐらいにできていて、うん、できていたんですけど、はい、あの、練習しながらやってたので、これ、いいですね。わかる、なんか、梅雨似合うかもしれない。そうそうそう、なんかね。雨の日。なんかこのエピソードがあって、うん、この友達と大事な予約を、うん、予定を立ててて、うんうん、友達と一緒に。でそのためにバイトも休み取って、うん、でオフを一日中オフ取ってたんですけど、うん、そのなんだ予定が急にキャンセルになって、うん、急に一日中オフになったんですよ、うん、でこのままお家いてもなんかずっとつまんないし、なんかとりあえず外に出かけようと思って、で一人でドライブしてたんですね、うん、そしたらそのなんか一人で遠いところに買い物行くぞって言って買い物行くぞって言ってそのドライブしたらこのもう渋滞にはまってしまって、うんうん、挙句の果てに雨も降ってきてみたいな、うん、余計ブルーな気持ちになってっていう、うん、この逆効果があってそれをそのまま歌にしようと思って、うん、それでなんかいろいろ思い出しながらなんかいろんなネタをなんかくっつけて作った曲が分かってるのに。メロディーは1日で作ったんですよね。あ、もう1日で、すごい、すぐ作った曲です。すごいすごい、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、うん、はい、まあこんな感じで歌を作ったりいろんな場所で歌ってるんですが、うん、5月にですね、5月16日火曜日に茶谷にあるライブハウスモッツでライブがあるので、はい、うん、前売り1500円、当日1800円でチケット販売しております。はい、そのチケットの予約はですね、私の SNS のメッセージとか、あとコメントでも全然予約を受け付けていますので、うん、ぜひぜひ皆さんからの予約をお待ちしております。はい、はい、ということで、うん、はい、今日もなんだろうな、もう残り1分ぐらい、1分半ぐらいですね、はい、うん、はい、そう、なんかね、まあ、この1週間ですね、はい、まあ、もう本当に濃いすぎて、うん、いろんなことしてるんですよ。何したんですか？まあ、CM もありましたし、うん、なんか友達と一緒になんか海外の料理を食べに行ったんですよ。はい、どこの国の？タイ料理のご飯を食べて、はいはい、タイ料理美味しいですよね。タイ料理の自分グリーンカレー食べて、うん、なんかもうなんだろう、やっぱりパクチーとかタイ有名じゃないですか、うん、だからパクチーが入った料理とかも食べていました。いいですね。うん、なんか、うん、なんか月一でね、やっていこうかなって思っております。月一でなんか海外料理を食べに行って、なんかみんなとワイワイしたいなと思っております。なんかパクチーってね、美容にいいんだよね。いいんだよねっていうか。いいですよ。ですよね。その美容効果とか、あと老化？老化の防止？効果になるみたいで、あ、へ、なんかだから結構なんかあれですよ、その流行ってるんですよ、うん、癖が強いです、癖強いですけどね。でも自分パクチーよりフーチバー派です。フーチバー大好き。美味しいですよね、そば、うん、にね、そう、はい、ということで、そろそろお時間が、お時間です、皆さん、はい、早い早いですね、もう超早い、もうなんか一緒に一気にね喋り倒してきたんですけど、こんなに早いのかと思うとなんかね、また来週あるので、はい、はい、またリクエスト曲などありましたら、はい、もうぜひぜひ皆さんの、メッセージとかですね、リクエスト曲をお待ちしております。今日はありがとうございました。やばいやばいやばい、今日全然足りなかった、やばかった。 BG が BG、 こっちなんか選んでから書きましょうか。確かにそうですね。ね。なんかありますか？
きな歌。好きな歌あります。洋楽にしますか。なんかでもよ、なんか曲を紹介して自分が流すから、うんうん、そのなんだろうな。あとメールで前に送ってください。今日なんかずっ YouTube とかでから流せます。流せないです。流せます。なんか曲っていうよりはなんか BGM みたいな、そのオルゴールみたいな、簡単に分かりやすく言えばオルゴールみたいな感じのずっと流れてる感じの、うんうんうん、で曲紹介もするから、そっか、曲を流す、かぶらない方がいいです。曲ずっと流してると曲紹介の、どんなオルゴールがいいですか。うんと探しときます。私爽やかみたいな昼に聴く曲みたいな、あれじゃないですか。昼に聴くオルゴール曲ジャズ。 あとは洋楽とか。洋楽のオルゴール。洋楽のオルゴールあるかな。あると思います。何がいいですかね。おってあります。 今探します。全然ディズニー、ディズニーじゃん。一回一回流してもらっていいですか。ツイキャス切ってますか。あ、切ってない。切ってください。ツイキャスの皆さんありがとうございました。